3、2、1、まあ、今日の試合、まあ、プリンスリーグに所属している関係で、メインで出てる子たちがもう1ヶ月以上ぶりの試合だったので、まあ、あのそれがいきなり公式戦というところで、まあ、緊張感もある意味あって、まあ、ちょっともたもた試合になったと思うんですけど、まあ、セットプレーで点を取れて、まあ、逃げ切れてよかったと思うんです。まあ、明日以降また連戦が続くので、また選手も入れ替えながら、なんとかベストなコンディションの選手を使いながら、4連戦、残り3連戦、勝ち切っていきたいと思います。